こんちはです、えー、っと今日はですね、今朝にあのー、動画発信しとるんですけど、大阪市のプレミアム付き商品券2023、今更なんですけどね、あの、こういうやつ、あのー、これが申し込みだら当たってどうのこうのハガキが来るんですけど、このハガキ、申し込んで当選してハガキが来て、 で、それをファミマに行って、あのー、帰っい、お金払うんですね。ほんならこういうのがくれるんですよ。これ私はね、あのー、4口、1口1万円かける、4口までいけるんですけど、私はこれを申し込んだ当時はね、そんなに4口4万円もかねないで思って、2口2万円にしたんですね。これ2万円。で、結果これ2万六千円。6千円ゲットしたわけですね、余分にね。はい。 ということで、あのー、これがね、なんと、昨日が締め切りだったんですよ。12月21日木曜日、昨日の、昨日中にこれを、この件に変えんとあかんかったんですけど、私、ギリギリね、飛び込んでいったんですよ。どうしようかなって悩んで、それね。2万円な、2万円な、思いながら、前、ま、を、あ、って言って、やり方、そんな、あの、なんか、こんな、なんか、あの、ありますやん、なんか、何 なんか、マルチコピー機がどうのうで、こんな操作するのかなんですやん。うわもうそれもおっやしなとか思いながら、けど行ったんですね。で結果はもう行って、6000円、大きいですやん。プラス6000円。それはそれでありがたいんですけど。ほんで、でも昨日、昨日までで、私の申し込んでへんやんっていう人のために、<laughs> これね <laughs>、これ <laughs>、あのね、二次募集ってやっとったんですよ。二次募集。 それもね、二次募集の、もう一回募集しますということですよ。これがなんとね、あのー、大阪市プレミアム付き商品券2023の二次申し込みを決定しますと、一時はもう昨日で終わったんですよ。昨日で。12月21日で終わったんですね。けど、二次。二次募集がね、なんとなんとこれね、ここですわ。 今日までなんですよ。購入申し込み受付期間、令和5年12月1日から、令和5年12月22日まで。今日は12月22日ま二十二日なんですよ。だから、私まだあの、プレ、大阪市へおんだんけど、プレミアム商品券申し込んでへん人が、もしおられたら、今日中ですんでね、 今日中に申し込んでください。あのー、今日、12月22日日付変わるまで、23日日付変わるまでなんで、これは申し込んだ方がいいですわ、ほんまにね。っていう、あのー、お知らせなんですけど、そのね、なんでこれね、私が今、今更、いやいや言うてるか言うたらね、私これ、2023年頃だこの前、 多分1年か2年ぐらい前に同じようなことやっとったんですよ。この1万円でプラス3000円っていうね、このプレミアム付き商品券。前回は私やってないんですよ。そんなん金ないし、思ってね。で、今回もね、あのー、もうやめとこう思っとったんですけど、なんか、まあ、とりあえず1ビって申し込むかな、ほで申し込んで,で、そのね、何が、何があれやよってその申し込む時点でね、 お金払わなあかんのかなって思いますやん。だから、ま、今回の二次募集、今日に申し込んで、申し込む時点に今言ったら、1万円なり、2万円なり、3万円なり、4万円なり、いるんかなって思いますやん。それちゃいますね。だからね、お金いるのはまだ先の話なんですよ。だから、今の時点で、とりあえず申し込みなれ。もし、まだ申し込んでん人はね。この、 一時募集の、一時申し込みの時にもう申し込んだ人は飽きまえんで、まだ申し込んでへんねん言う人はこの二時募集今日までに、とりあえず申し込んでください。はい。で、お金払うはまだ先なんで、その時に金がなかったらもう払うんでいいわけですよ申し込めんかっていいわけですよだからとりあえずこ、ここまでゲットしてください。とりあえず申し込んで、この権利をもらってください。はい。 っていうお話ですわ。だから、これね、変な話。これね、これ見てもらうとわかるんですけどね、購入、商品券の購入期間。だからこのはがき書きで、もうこれ、なんか当たり外れがあるらしいんですけど、多分全員当たるっしょ、こんな。外れる人多分いてないっしょ。いや、それは知りませんけど、当たったとしてね、あの、ここですやん。商品券の購入期間。 商品券の引き換え到着後。これね、引き換え券到着後。これが、これが来るんですよ。引き換え券到着、引き換え券。こういうのがね。こういうのが来て、こういうのが来てから、え令和6年、来年の2月25日まで、全国のファミリーマートで商品券を購入してください。ということなんですね。ということは、まず申し込む。んで、このはがきが来る。 んで、そっから来年の2月の20、これ、これ来るまでね、多分1ヶ月以上かかると思いますわ。だから多分1月ぐらいに来るんかな。で、すぐ払わなあかんちゃうか。申し込む時点でも金はいらない。このはがきが来ても金はいらない。金がいるのは、これを元にファミリーマートに行くときに、金がいるんですよ。初めて。だから、もしかしてっていうのが、そのね、 なんで、いやいや言うてるかに、令和6年の2月25日言うね、多分あの、給付金入っとんすよ。7万円の。我々あの、なんちゅうますの、生活保護ちゃうわ、なんや。住民税非課税世帯。住民税非課税世帯は、あの、令和、え、来年の2月の下旬にね、あの、給付金が入るんですよ。給付金7万円入ったらそれ買えますやん。 7万円のうち4万円これに使ったら1万2000円3000円が4口で1万2000円プラスですやん。だから実質7万円の給付金がこれを申し込むことによって7万円プラス1万2000円で8万2000円の値打ちに出てくるんですよ。はい。ということでね、あのー、今日中ですんでこれ申し込みね、このね、ホームページ、大阪市のホームページ下に貼っときますんでね、あのー、これね、 ここから申し込んでください。このね、ここですわ。申し込み方法、公式ホームページ、大阪市プレミアム商品券2023。だこれ、はつけときますんでね。ここを、ここを押してください。ここをね。大阪市プレミアム付き商品券2023申し込み方法、ここを押したら、こうやって出てきますんでね。れこれ <laughs>、これね。なんとか、 うなばららんやらかんやか、ね、えー、これね、ここ、縮みますわ。これね、ここね、ちょっとややこしいけど、もう、これ、もう今回申し込む人はありまへん,んで、これで、申し込んで合格した人はね、4口。あくまでも2次募集のは、この1時の時に申し込みされてない方、ここ書いてません。 二次申し込み期間、えー、2023年の12月22日、今日までです。今日まで。対象者、一時申し込みをされていない方、これ申し込み、一時に申し込みされてへん方、もしくは一時申し込みで、1から3口当選された方、私はね、鼻から2口しか申し込んでないんですよ。これわかります ?2 口。ね、ここ、2口になってますやん。 だから、4口申し込まんと2口しか申し込んでないんで、私はあと2口、この2次、2次申し込みでやる権利があるけですね。はい。一時申し込みで1から3口当選された方、私は2口一応当選ということですね。はい。だから、ここですね。一次申し込みで2口当選された方、今回は2口までお申し込み可能っていうことですわ。はい。 で、これなんと1万円だ1万3000円で、ね、買い物ができると。いうことですね。この順序。まず、さっきのと、こっから、こっから申し込むことですん。で、このはがきが届く。で、あと、ファミリーマートで発見する。そのね、発見するのもなんか億ですよ我々もおじいちゃんになってきたらね。けど、めちゃわかりよあの、ここに書いてますね。あの、発見方法がね、ここに書いてますわ。 なんかありますやん。なんかコンビニに。なんかコンビニってファミリーマート限定なんですけど、あの、マルチコピー級ってね、そのなんか ATM の大体いい隣ぐらいになんかありますやん。なんか、ありますね。なんかチケットを出すやつみたいな。で、この通り。ほんまこの通りですわ。もう私でも分かったんでね。で、この番号を打つだけなんでね、もう全然おっくじゃない。ほんなら、その指示通りやっていたらピーってなんか、あの、 レシートみたいに出てきますさピーって出てくるんで、それを持って、あのー、何、受付やないわ。レジに行くんですよ。ほんなら、はいはい、2万円ですとか、はいはい、4万円ですとか言うて、で、こういう、こういう入れてくれてね、プレイアム商品券を。で、こういうのがくれるんですよ。はい。これはね、もし申し込んでる方は、ほんまいきなり、ね、その、買えるときに金なかったらやめてよろしいですやん。けど、 わかりません。給付金もらえる人はね、ほんま言っといてください。ほんまにね。それが言いたかったんですよ、今回ね。ほんでね、ここでさ、あの、ほんなこれもってどうすんねん話で、私らわかりませんよ、こんなもうでも。ほんならね、これ聞いたんですよ、ファミリーマートにちゃんに。これ、どうして使うのみたいなね。ここにも書いてます通りね、紙券のまま利用。このまま利用できるみたいですわ。これでね、巻いたら、あの、 要は薬局とかね、スーパーとか行ったら書いてますやん。紙券のみ使用とかね、紙券とスマホでも OK とかね、書いてますね。だから、紙券が OK って書いてるところはこれでいけるんですよ。そのレジってね、スマエプレミアム商品券ですね、てこれを渡したら、なんかここピッと押すんやろね。で、このね、これで支払い OK なんですけど、そのスマホ、スマホ、スマ、 この紙からなんかこう、なんかありませんこの QR コードでどうのこうのして。ほんで、スマホに取り入れてスマホでもできるみたいなんですわ。スマホに取り入れたら、スマホ OK のレジでもいけるいうことですわ。私はもう紙系にしますけどね、そのスマホでどうのこうのっていまいちわからないんで。っていうことで、あの、まあ、詳しく書いてますわ、ほんま。スマホアプリがおすすめですって書いてますよね。はい。 商品券残額の管理がしやすい。いや、ほんまに。これ、どない残高が出てくるか、ようわかりませんね。2万3000円は一応ありますやん。で、これ5000円使ったら、残り1万7000円ですやん。それ頭の中で覚えとかなあかんのか、多分ここにか書かれる。多分ここには書かれないと思うんですね。書くところないですもんね。い知りませんけどね。はい。紛失のリスクなし、ほんまやね。はい。ということでね。はい。これ、もうぜひともね、あの、 一時、今回申し込んでへんで、いう人はね、それは昨日、昨日に、この一時の昨日に終わったんですけど、二時がなんと今日までなんてね。今日の12月22日までなんで、ぜひとも、もう、買う買えへんはもう、二月に考えてください。とりあえず申し込んでください。申し込んだ一万円の時期三千円。四口までいけるんで一万二千円。だから七万円給付金もらっても、それが八万、 7万円プラス1万2000 8万2000円の値打ちがあるいうことですわ。はい。っていうことで。大きいですや、ほんまに。めちゃくちゃ大きいですね。これ、ほんまに。実感しますと、大きいなぁ、思う2万円が2万6000円になったんですよ。おっきいなぁ、思うてね。いや、そんだけです。はい。ちょっと取り急ぎゆうかを。超急ぎ。もう今日なんでね、リミットはね。ぜひ下に貼ってますんで。はい。また、あのー、 やってくだささい、はいといととうことで以上そうで <laughs>、はい、いつもすすみまません、はい、大きな幅りさ失礼しチャンネル登録お願いします。